記録より記憶に残る選手、三振する姿ですら観客は大盛り上がり、国民的ヒーローであった長嶋茂雄。なぜ彼が多くの人から愛されたのか、エピソードを聞くと彼を知らなくともその理由が垣間見える。ある試合でホームランを打った際、記者から打ったボールは周東ですかと聞かれ、ええ、周東でしたと返答。しばらくして違う記者から、打ったのはスライダーですかと聞かれ、ええ、すごいスライダーでしたと返答。実際はストレートであった。俺は一度もバースデーアーチを打ったことがないんだ、なぜだろうと少し落ち込んでいたが、誕生日が2月であったため試合は1回もしたことがない。アメリカに行った際、こっちの子は英語がうまいなと感心、寿司屋ではヘイシェフと呼ぶ。蕎麦屋に行き、店主と蕎麦について熱く語り、蕎麦打ちの姿を見せてもらい、感心した後注文したのはカツ丼。息子和重を野球場に連れて行くが、試合後球場に忘れて帰ってきてしまう。後に和重は1回や2回じゃない、何回待ったと発言。職業欄には長嶋茂雄、住所欄には大田区長嶋茂雄、好きな四字熟語は長嶋茂雄と書いていた。